今年10月、静岡県浜松市の沖合で航、自衛隊のヘリコプターが夜間飛行中に墜した隊員4人が行方不明になった事故で、これまでに海底から遺体で見つかった2人、機長と整備員と確認されました。航空時、隊は引き続き、残る2人の捜索を進める、とにしています。浜松市の沖合では10月、航空自衛隊の UH-69 南ヘ。コプターが夜間訓練の飛行中に墜落し、ていた隊員4人の行方がわからなくなりました。これまでの捜索で、浜松機のおよそ31キロ沖合の水深およそ7.0メートルの海底から2人が遺体で見つかり、収容されています。航空自衛隊よ、ますと、見つかった2人は着用して、た、儀容服の名前などから、機長の花房明、